セルゲイ・リャブコフ、セルゲイ・アレクセイビチ・リャブコフは、ロシアの外交官。2008年から、ロシア連邦外務次官。1982年モスクワ国際関係大学を、卒業する。同年ソ連外務省に入省する。本省勤務のほか、各在外交官で勤務する。1995年から1999年まで、ロシア外務省欧州全般協力局。 全欧安保協力機構部長2002年中米講師2005年10月からロシア外務省欧州協力局長に就任した2008年8月15日から外務次官外務次官としては2011年イランの核開発問題に対しては軍事的要素は見られないとして欧米の介入を牽制した北朝鮮の正日総書記が死去したことに関連して 平穏な権力以上と諸外国の抑制を主張した。また、シリア問題において、現在はいかなる制裁も必要ではないと指摘した。英語とデンマーク語に堪能。ゼーゼーファイ、1528224。ロ外務時間、イランの核計画には軍事要素はない。ロシアの声ホームページ。2012年1月29日閲覧。ロ外務省。 北朝鮮への挑発控えるよう隣国に呼びかけ。ロシアの声ホームページ。2012年1月29日閲覧。ロ外務省、シリアに対する制裁は必要ない。ロシアの声ホームページ。2012年1月29日閲覧。ありがとうございます。